しゃい。申し訳ないです。ありがとうございます。植木さん、判定厳しくないですか？いや、やっと勝てたなっていうのとすごいホッとしてますね。今年どころか2年間のそのフラストレーションというか、そういう気持ちを全部、とりあえずは今日終わらせれたんで、はい。今日の勝ちの要因というのはどこにあると思いますか？強い心、絆。まあ、信じる力だったと思うんですよね。自分はそれでもできるって、はい、やってきたことと助けてくれた人たちとかを考えたら絶対できると思ったので、はい、結果に関しては満足ですけど、内容に関してはまだまだ欠点だらけです。満足いかなかった部分ってのはどういうところですか？それは今後対策されたら困るんでやめておきます。抱負というか、やることは常に一緒なんですけど、やっぱり随分周りの人に迷惑って言ったら変なんですけど、辛い思いをさせたと思うので、それを帳消しにっていうかチャランできるぐらいのことはしっかりやっていきたいなと思います。わいがいない組の前で後ろや、こういう時これですか？顔そぶけです。はい。